きチャンネルこんにちは。さあ今日はですね、いろいろ話題になってる、日本プロ野球、ピッチクロック導入、そしてタイブレイク導入の是非っていう、どうですかピッチクロック、日本の野球も取り入れた方がいい派ですか、嫌な派ですか？なんかどっちも良し悪しあるような気もするんですよね。まあ言えばものすごく時間は短縮になるとは思うんです。いやめっちゃ早いよ、メジャーの平均2時間40分切ってるから、なのでまあどうでも、ファン目線で普通に球場に行って早く終わりすぎるのもなんかちょっと寂しい気もするんです。もうちょっと長く見たかったなみたいなのもあるし、やっぱそのピッチャーそれぞれの間合いとかもあるじゃないですか。それもいいし、試合が早く終わるってのは仕事とかはやりやすいとか、後に予定を入れられるとかもあるので、よしあしあるなと思ってます。どっちですか？まあ別に賛成っちゃ賛成ですね。してもいいかなと思いますね。俺ももう今解説者だからもう早く入れてくれっていう。ピッチクロック、メジャーの解説行ったらめっちゃ楽なのよ。終わるの早いもん。三者凡退とかしたら1イニング5分かからへんって終わる時もあるからね。だからその今メジャーではそのピッチクロックが肘に負担かかってんちゃうかみたいな感じで言ってる人たちもいるけど、これは科学的根拠がないんだよね。結局それがそうなのかもしれないけども、もともと間合いが早い人にとったらピッチクロック1ミリもマイナスじゃないわけよ。MLB 機構とかの方が言うには、今そのトラックマンとかホークアイとかいろんなことで動作解析して回転数を上げて、そういった取り組みが体に負荷を抱えてんじゃないのかっていう説もあるから、影響したかもしれないけど、それが全ての悪の根源やって言えないんだよね。しかもピッチクロック導入される前からどういう影響があったのかにも触れなきゃいけないから、なかなかそこはそれが絶対そうやとは言い切れないからね。肘に負担かかるから入れない方がいいとかっていうのは分かんないけども、それによってやっぱりその、試合時間が短くなってお客さんの入りとか視聴者数の増えとかが実質上あるっていうのもプラスだから、そういった意味では営業っていう部分では大きな収益を得てると思うんだけども、日本のプロ野球断言します。ピッチクロック導入一生されません。されないんですか？結構前から日本にももう入るんじゃないみたいな、なってるじゃないですか。ピッチクロックの一番の問題点って時間制限じゃないんですよ。秒数は正直そんな議題の中心じゃないんですよ。このピッチクロック導入の一番ど真ん中の議論はこの秒数じゃないんですよ。システムでもないんですよ。機械でもないんですよ。お金がかかるとかじゃないんですよ。あと何が変わる？最悪ピッチコムは導入しなくてもまあ大丈夫なんですよ。最悪、もうちょっと秒数を増やしてやれば、サイン交換もできるようになるから、まあ多少増やしてやればピッチコムがそのなんか電波法に引っかかるらしいんですよね、日本の法律に。だからそこを省庁といろいろ協議して、これは中にいる人に聞いたんで間違いないと思うんですけども、有線じゃないんで電波法がどうなるのかっていうところがあるらしくて、でも最悪ピッチコムは入れなくても秒数をちょっと 1,2 秒増やすだけでサイン交換は1回2回できるから、争点そこじゃないんですよ。なんかその球団の収益とか一番の争点は、牽制3回したらボーク入れますか入れませんかなんですよ。これなんですよ一番の争点は。ピッチクロックじゃなくてこの牽制問題なんですよ。このピッチクロックと牽制3度まではセットじゃないとピッチクロック成り立たないんですよ。なんで？じゃあ仮に15秒とします、ね。いやもうちょっと間空けて投げたいんだよな、すぐ投げたくないな、危ないタイムかも、時間くるかも、プレート外して牽制するふり、間合い作りますで、まだ投げたくない、牽制振りしますで、エンドレス牽制の振りできんねん。このでメジャーはこのピッチクロックとこの牽制の回数っていうのはセットだから、この牽制の回数が無限だった場合、ピッチクロックって合ってないルールになる。確かに意味を出さないですね。そう、何かあって外せばいいから、だからその意味をなすために牽制を3回までにしてるの、そうすることによって試合時間の短縮にもうならざるを得ないと、はい、ってなったら日本は牽制3回したらボークにしますかっていう問題なんだよ、うん、ピッチクロックじゃないんだよ、はい、そっちが先なんだよ。それってでもまあピッチクロック取り入れるんだったら、まあ、メジャーがそれで今うまくいってるのであればうまくいってるっていうのを結局それをすることによって、まあ、もちろんちょっとベースがでかくなった、はい、それによって塁間が多少数インチ短くなった、うん、で牽制が3回したらアウトにしない限りボークになる、はい、結果何が起きたかっていうと、はい、キャッチャーの盗塁阻止率日本は3割2分ぐらいあるんです平均、はいうん、12球団で、うん、メジャー1割台ですからほぼさせないんですよ。牽制ないんですからだって。そっかみんな3回まで決められてるからそんなに牽制しないのか。3回目にアウトにしないとボークになっちゃうから、うん、実質2回しかできない、はい、1回したら次すんの地獄なんですよ、はい、だから実質1回しかできない牽制、うんはい、でそれによってキャッチャーのメジャーのキャッチャーの盗塁阻止率、うん、1割9分ぐらいになってるんで平均ということは10回走られて、はい、アウト2回できないね、うん日本の盗塁阻止率の平均が3割超えて3割2分何分なんですよ、はい、1割3、4分の開きあるんですよ、うん、盗塁阻止率が、はい、これでかくないですか、うん、その分盗塁も増えるってことですね。そうです。だから今年も80盗塁とかするんちゃうかとか、はい、去年も70盗塁したとかっていう、はい、それバンバンできるのよ盗塁を、うん、だからこれを日本で認めますか問題なんだよ。はあ。だから日本でも仮に、はい牽制3回目でアウトにしなきゃボークだったら、うん、シュート100個すると思うんだよそこまでいきますか。だって牽制ないんだから。そうですね。これはメジャーが盗塁数を増やそうとしたのも、うん、盗塁数が増えた方がアグレッシブで面白いやろっていうところで増えるようにしてるんだよ結局は、うん、だからそれを面白いと思うかどうかなんだよ、うんまあ、攻撃に動きが出ますよね、うん、でしかも日本の走者の技術の方が高いから、うん、バンバン走るで、はいだそれを認めますかどうか問題なんだよ、このピッチクロックを。でも日本はじゃあ認めないと思ってるんですか、佐藤さん。俺はこれを認めないんちゃう、俺はこの牽制3回までを認め、ピッチクロックは認めますと、はい、でもこの牽制とセットじゃないと成り立たないから、うん、そう考えたときに、この牽制を3回制限を認めますかっていう、これ、4回にしちゃだめなんですか、牽制を4回まで。そしたらもうピッチクロック、これ、数を増やせば増やすほど、ピッチクロックの手出さなくなるから。ピッチクロックは試合の時間を短くしようってところだから、はい、結局短くならなくなったら、はい、このピッチクロックの意味をなさなくなっちゃう、うん、だから牽制もあんまりしてほしくないんだよ、はい、でも1回増やすだけじゃないですか。だからそしたら2回をできるんだよ、はい、わざと外すを2回できるってことですね、うん、そしたらランナーいたら20秒になるから、うん、2回できたら80秒増えるから、はい、8だから20、40、60秒になるから1分になるから、うんそしたらそれだけ短くなってくる、うん、試合時間が短くならないっていう。じゃあ日本の一番ピッチクロックを入れたい理由は何なんですか。試合時間短縮ですか。多分それをこっちを見てないんだと思うんだよね、この牽制まで、ねうんはい、理解してますかねっていう、この牽制を入れないとピッチクロックって意味なさないんですよっていうのを理解してますよねっていう、うんはい、今ってその牽制の制限って決められてないんですよね、うんでその中で今の時間じゃないですか、3回とか4回とか決めたら決めたで今よりは短縮になるんじゃないですか時間。今よりはね、でも多分、はいうん、メジャー30分短くなってるから、はい、多分5分や10分短くなるだけだったら、うん、やる必要あるかんなんだよ。30分ってやる必要あるやん、はい、試合時間が平均30分短くなるって、うん、めっちゃやる必要あるけども、はい、試合それをいろんな制限を加えて試合時間10分早くなりますってやる必要ありますっていう、それだけだったら10分ぐらいだったら今すぐ早くする方法はあるの、うん、イベントごと全部やめればいいそうですね、うん、それでももうファンサービスですから。ダッシュマンレースとか大好きですよ。あれは無駄な時間の暇つぶしでやってるだけなんだよ。無駄にグラウンド整備するから。あれって無駄なんですか、あのグラウンド整備。甲子園とかだったらまだ話は分かるで、はい、でも人工芝でホームの周りとか整備してくれなくてもいいねん、はい。しかも今とか土硬くなってるから整備いらんと思うで昔みたいに掘れへんから。5回の裏 そのちょっと長いその間は選手にとったらあれ本当いらんねん。でメディアからするとあそこでお手洗い行けるんですよ。そうなんですよね、はい、いやなくても行けるから。結局あんな時に行くからこぐだけだからみんなが行くから、ちょこちょこ行った方がいいねって。なんか仕事しててもやっぱあそこで行くんですよトイレに観客でもそうなんですよね。目離したくないんですよ。90秒あるから行けるから。いや俺いつもだってイーディング間トイレ行っても、うん、CM の間に俺帰ってこれるもん常に。それはねやっぱ個人差あるから、男性と女性全然違うから。いやいけるって、シャッつって女性はやっぱシャッと終わらないから、シャッつって相手で、だから結局俺は入れれないんちゃうかと思ってるんだよね。形成制限をつけれないでしょっていう。ああそうなんですね。ね、100個いきますよっていうと俺に、はい、まあ言ったら言ったでね、まあそのアグレッシブになって面白いですけどね。いやまあつまんなくなると思うで、選手の使われ方が日本変わってくるんちゃうかって思う。もっと足速いやつばっかり出て、出たら盗塁、出たら盗塁で、はい、もう常に盗塁しまくって、うん、え何これみたいな、はい、になるんちゃうかっていう。でメジャーはそれで今でもやってるわけですもんね。そう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 、だからもうめっちゃ走るよ、はい、でもメジャーはこのボークが緩いから、はい、いつセットしたか分かんないから、そこがスタートが難しいのよ、うん、メジャーは、はい、でファーストの牽制もえボークなんちゃうみたいな、うん、で WBC でも一番最初、はい、日本の審判がメジャーの審判に言われたのが、うん、日本と同じようにボーク取んだよって言われたらしい、はい、日本と同じように取ったらアメリカのピッチャー全員ほぼボークになるんだよ。だからアメリカ人来たらすぐボークになるやん、はい、基準が日本できっちりしてるから、うん、用意スタートがあるから、はい、もっと走れると思うけど、走りやすいのメジャーはこう止まらないでも投げてもボークにならないから、うん、走りにくいんだよね、うん、そこのスタートが。だから足がそこそこ速い選手じゃないと走れない。だから俺は何気に、だから来年はピッチクロック導入されないって言ってるんだよね、うん、だから俺はもう多分一生導入されないんちゃうかと思ってる正直。牽制制限したくだするってなったらもう、うん、だってワンポイントですら入れてないから日本はね、うん、メジャーはワンポイント禁止だから、うん、3人もしくは1、3アウト完結するまで変われないから、はい、で日本はそれ入れてないから、うん、結局、多分その牽制3回を入れれないから俺はピッチクロック導入しないんちゃうかって思ってる。はい、でもう1個の、うん、タイブレークは、はい、日本は導入した方がいいと思います、うん、どうですか、タイブレーク。私はタイブレークはいらないかな。まあでも延長の決着早くはなりますよね、うん、どっちがいいんだろう、わかんない、どっちがいいかなまあでもあってもいいかな。まあだから日本の野球の中でプロ野球だけタイブレークないんだよ。はい、そうですね。大学も社会人も少年野球も全部タイブレークあるから、うん、はあなるほど。まあ時間短縮で考えたらありですね、うん、日本はタイブレーク、僕の考えですよ、はい、入れる必要ありません。ない。そもそもなんよ、うん、メジャーは勝ち負け絶対決めてるから、はいうん、延長無限なわけじゃん。あ、そっかそっか。だから引き分けはなしやと、うん、そもそも、はい、だから勝負つかせたいからタイブレークを導入してると思う、うん、日本そもそも12回来たら終わんねんから、はい、タイブレークしなくたって12回になったら終わりますよっていう、うん、そうですね。でメジャーでもタイブレークで10回で終わらなくて11回いくこともあるんだよ、うん、そしたらアメリカとの日本のまずルールが違うやん。絶対勝ち負けを決めなきゃいけないアメリカ、うん、日本12回で引き分けありますってなったら、うん、絶対12回で終わるわけやん、はい、それだったら無理に勝ち負けをつける必要なくないっていう、うんうん、今風潮的には入れるってなってるんですか。いやだからメジャーに右向け右だから流れになってるような気もするけど、でもその岡田さんとかは引き分けも作戦の一つやから、はい、って言ってるのもあるけど、そもそも成り立ちが違うんやから、うん、入れなきゃいけない必要ありますっていう。入れるんだったらじゃあもう延長無制限にするっていう。そうそう、だってタイブレークを入れて12回来たら引き分けって意味わからんやろ、うん、だからもし仮にタイブレーク入れるんだったら延長廃止なのよ、うんうん、そういうことですね。延長廃止っていうか延長制限廃止なのよ、はい、タイブレークもあるけど12回来たら引き分けって意味わからんやろ、うん、そうですね、うん、でしかも12回で絶対終わるんやから、うん、メジャーは終わらないんだから、うん、別に無理に入れる必要ないやんっていう、うん、どうせ終わるんやからっていう。まあそうですね、うん、タイブレークっていうのは必ず決着をつけるためにやるわけでしょ、うんはい、それなのにタイブレークで引き分けって意味わからんやろあそうか、決着をつけるためにやるんですもんね、うん、そうそう、まあ、引き分けない方が順位は分かりやすいですよね。なんか引き分けが多いチームとか勝率の差でどっちが上とかあるじゃないですか、うん、どっちかもう勝ちか負けかの方が順位は綺麗に出やすい、うん、でしかもまた選手の成績が変わんねん、うん、この防御率は下がんないんだよ、うん、自分のランナーじゃないから。あ、そっか。でも打点はつくのよ、うん、ってなった時に記録っていうところがまあ不純になるやん。あ、ちょっと難しいですね、うん、でもそれはピッチャーはいいけども、ピッチャーの成績には加味されないけど、うん、バッターの成績には加味されていくから、うん、だいわばバッターが打って取り入ったら本当だったらランナーいなかったのに、うん、打点1になる、うん、でランナーは得点1になるから、はい、なんもあるし、どうせ12回引き分けやのに、うん、もうそもそも議論の土台が間違えてんちゃうかって思っちゃう。だからピッチクロックも日本で入れるとしたら、うん、時間のことばっかり言わないで、牽制も入れなきゃいけないんですけど、どうしますか議論をしなきゃいけない、うん、だからさっき袴田さん言ったように、じゃあ4回にします、5回にしますみたいな、うん、までします。でもそれをやりだすとこっちのそもそもの意味合いなくなりますよっていうのもあるから、うん、1回牽制を増やすことによってどのぐらいの時間が短縮されるのかっていうのもなんかこう知りたいですね。だからそこら辺も入れなきゃいけないし、うん、みんなが言ってることを浅いなって思っちゃう。その議論してることが、うん、もうちょっと深いですよっていう考えなきゃいけないことは、うん、でタイブレークとか土台違うけど分かってますよねっていうのが今回の。だからこれを聞いた上で、はい、視聴者の皆さんはピッチクロックを入れた方がいいのか、うん、タイブレークを入れた方がいいのか、はい、コメント欄までお待ちしてます。はい。